みかんを美味しく食べるだけでこんなに嬉しい効果があるなんて。今回の動画では冬ダイエット1ヶ月毎日みかんを3個食べたら体に起きた変化とはというテーマでねお伝えをしていこうと思います。最近のようにこう寒くなってくると食べたくなる食材といえばみかんではないでしょうか。みかんは手で簡単に皮が剥ける上、カットいらずですぐに食べることができるので、つい何個も食べ過ぎてしまうという方多いと思います。私の実家は段ボールでね、みかんを買っていたので、過去の私は冬になるとみかんを食べ過ぎて、ダイエットがね、なかなか進まない。なんか手もね、すごい黄色くなってくるみたいな、毎年の恒例行事でございました。しかし、みかんは上手に取り入れさえすれば、毎日食べることで逆に冬のダイエットや健康をサポートしてくれる心強い味方なんですよ。ということで、今日はみかんを毎日食べることで起こる体の変化、みかんの正しい取り入れ方というラインナップでお伝えをしていきますね。特に最後にお伝えする取り入れ方の注意点は、うっかりやってしまっている人っていうのがかなり多いので要チェックですよ。1、ダイエット。甘いみかんを食べてダイエットなんてできるのと思った方も多いかもしれませんが、実はみかんはダイエットに最適な果物。なぜならみかんは低カロリー、低糖質なのに栄養が豊富だから。実際小ぶりのみかん1個であれば25キロカロリー、糖質は5グラム程度しかありません。そんなみかんの栄養の中でも特にダイエットに嬉しい栄養素が食物繊維。なぜなら食物繊維にはデトックス効果、血糖値の急上昇を抑えて脂肪をつきにくくして食欲を安定させる効果などが期待できるからです。特にみかんの薄皮に豊富に含まれているペクチンという食物繊維には先ほどの効果に加えてコレステロールの吸収を抑制する作用まであるんですよ。さらにみかんの白い筋に含まれるヘスペリジンというポリフェノールにもコレステロール値の改善効果がある上、中性脂肪を分解する効果や血流を良くして代謝を高める効果、冷え性の改善効果まであると言われています。加えてみかんの果実に含まれるベータクリプトキサンチンという色素成分には脂肪細胞の肥大化を抑える効果っていうのが期待できるんですね。そのためみかんはダイエットだけではなく生活習慣病の予防改善にも効果を発揮してくれるんですよ。実際血中のベータクリプトキサンチンの量が高い人ほど動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病になりにくいと言われています。そのため和歌山県の有田みかんや静岡県の三ヶ日みかん、西浦みかんなどはこれらの効果が認められて機能性表示食品という認定まで受けているそうですよ。加えてみかんはビタミン C によるダイエット効果があります。なぜならビタミン C は筋肉を作る材料となって代謝を維持増進する効果がある上、抗酸化作用といって体の酸化を防ぐことで代謝の低下を予防する効果まであるからです。このように甘くって美味しいみかんを食べるだけで健康的にダイエットができるなんて最高ですよね。2、美肌免疫アップの効果。先ほどもお伝えしたようにみかんにはビタミン C がたっぷり含まれています。そんなビタミン C といえば美肌効果を思い浮かべる方多いのではないでしょうか。というのもビタミン C は肌のシミやシワ、たるみや毛穴の開きの改善、予防に効果があります。今の時期に特に嬉しいみかん、ビタミン C による効果が免疫力のアップ。これは国立がん研究センターの論文で明らかになっていて、ビタミン C は風邪の発症を予防する効果があるということが分かっているそうですよ。しかも厚生労働省が発表している研究によると、なんとビタミン C にはがんの予防効果まであると言われています。なぜならビタミン C は発がん性物質の形成を制限して免疫反応を調整することができるから。また先ほどもお伝えしたようにビタミン C というのは抗酸化作用が強い栄養素、そのためがんの原因となる細胞の酸化を防ぐことができるんです。加えて先ほど脂肪細胞の肥大化や生活習慣病の予防に効果があるとお伝えしたみかんのベータクリプトキサンチンも抗酸化作用が高い成分。というのもベータクリプトキサンチンというのは健康効果が高いことで知られているトマトのリコピン、人参のベータカロテンなどの仲間なんですね。しかもみかんにはこのベータクリプトキサンチンの量が他の柑橘類よりも圧倒的に多くって、なんとオレンジの15倍もの量が含まれているんです。その上ベータクリプトキサンチンはビタミン C よりも長時間体の中に留まってその効果を発揮することができます。他にもみかんには同じく抗酸化作用が高いフロボノイドという成分もたっぷり。なのでみかんを毎日美味しく食べるだけでビタミン C のサプリ以上の効果があるかもしれません。3、アンチエイジング。
これまでもお伝えしてきたようにみかんには抗酸化作用が高いビタミン C、ベータクリプトキサンチンという栄養素が豊富。そのため細胞レベルで酸化を防いでくれるので食べるだけで体の中も見た目もアンチエイジングしてくれるんですよ。しかもベータクリプトキサンチンは骨の健康維持、骨粗鬆症の予防にも効果があるっていうことも研究で明らかになっているんです。ホルモンの影響で女性は特に更年期以降になると骨粗鬆症になるリスクが高まるのでみかんで簡単に予防できるのは嬉しいポイントですよね。ちなみに先ほどの研究結果によればベータクリプトキサンチンを1日 3mg 摂取するとその効果が期待できるとのことでございます。みかん1個で約 1mg のベータクリプトキサンチンが含まれているので毎日3個のみかんを食べれば簡単に骨の老化を予防できるんです。加えてみかんの抗酸化作用はなんと認知症の予防にも効果があるということが分かっております。これは2017年に栄養学の専門誌で発表された研究で毎日柑橘類を食べた高齢者はそうでない高齢者よりも認知症と診断される割合が 23% も低かったそうです。冒頭でお伝えしたようにみかんであれば手で皮が剥けてカットの手間もないので他の柑橘類よりも楽に取り入れやすいっていうのも嬉しいポイントですよね。そのためランチやおやつとして持ち運ぶこともできて毎日継続しやすい。何よりみかんは甘くって美味しいですしね。以上のことからみかんを美味しく食べるだけでこんなにも嬉しい効果があるなんてとびっくりした方も多いのではないでしょうか。ただそんなありがたい食材ではあるみかんなんですが取り入れ方にはある注意点っていうのもございます。これを知っているか知らないかでみかんで健康的に綺麗に痩せられるか太って老けてしまうか大きな分かれ道になってしまいますよ。なのでみかんで楽痩せしたい人はぜひこの取り入れ方のポイントまでしっかりチェックしていってくださいね。みかんの正しい取り入れ方の一つ目が量になります。先ほどもお伝えしたようにみかんのベータトリプトキサンチンの効果をしっかり得たいのであればみかんは毎日3個食べることがおすすめです。ただこれ以上の量はダイエットや健康美容には逆効果。みかんは比較的カロリーや糖質が低い食べ物とはいえ食べ過ぎると当然カロリーも糖質も摂りすぎてしまうことになりますからね。特にみかんって結構大きさが異なる果物ですよね。目安としては大ぶりのみかんではなくて小ぶりのみかんを1日3個程度食べるといいですよ。また一気に3個食べるのではなくて1日3回に分けて少しずつ食べるということも大事です。こうすることで血糖値の急上昇っていうのを抑えられますしその上水に溶けて排出されやすいビタミン C の効果を持続的に得るっていうことができますからね。みかんの正しい取り入れ方の2種類。先ほどもお伝えしたようにみかんの効果が特に認められているのはベータクリプトキサンチンが多い和歌山県の有田みかんや静岡県の三ヶ日みかん、西浦みかんなのでみかんで痩せて健康になって老化予防したいのであればこういった種類のみかんを選ぶっていうのも一つポイントになっていきます。加えてこれはかなり意外なんですけれども実はみかんは酸っぱいものよりも甘いものの方がベータクリプトキサンチンが多く含まれているんですね。これは同志社女子大の研究でも明らかになっていますよ。甘くて美味しいみかんの方が体にいいなんて最高すぎますよね。みかんの正しい取り入れ方の3、食べ方です。皆さんも一度は聞いたことがあると思うんですがみかんは薄皮や筋の部分にもしっかり栄養というのが含まれています。先ほどもお伝えしたようにみかんの薄皮の部分にはペクチンという食物繊維、白い筋にはヘスペリジンというポリフェノールが豊富に含まれていますからね。なのでみかんを食べるときは薄皮や筋は取らずに食べることがおすすめです。これって知っていてもうっかり取ってしまっている人が多いんですよね。過去みかんで痩せられなかった頃の私はみかんを食べ過ぎてしまっていた上薄皮や筋を取って食べてしまっていました。なのでみかんの効果を感じられなかったのかもしれません。そしてこれはほとんどの方が知らないと思うんですけれども実はみかんは食後に摂るとより効率よく栄養を吸収することができるんです。なぜならみかんに豊富なベータクリプトキサンチンというのは脂溶性の栄養素だから。つまり食事で脂質を摂った後にみかんを取り入れることでより効果的にみかんの栄養を取り入れるということができるんですね。ただ糖質をたくさん摂った後にみかんを食べ過ぎるのは NG。 なぜならみかん
間に豊富な果糖は血糖値が急上昇している状態で摂ると中性脂肪として蓄えられやすくなるから、このようにみかんをより効果的に活用していくためには食事そのものを意識していくことも重要です。ダイエットで最も大事なポイントは食事のバランスですからね。とはいえ、この痩せる食事って皆さんがイメージするよりもはるかに満足感がある食事です。しかも外食でもコンビニでも簡単にこの食事のバランスを意識することができる。そのため一生無理なく継続できる。なのでダイエットから卒業できる。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法により、これまで2500名以上の方をダイエットからの成功に導いてきました。ここまで真剣に動画をご視聴していただいたあなたも、食べて痩せる食事法を学び、3ヶ月後には過去最高のあなたを手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では、食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができ、今回の動画でご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せ教科書、何をしても痩せなかった晩年ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなどの合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。さらに今なら3ステップで学べる食べ痩せの秘密を簡単に習得できる3ステップ動画、これも受け取れます。食事改善といっても何からしたらいいのかわからないという方、そういったご質問多くいただいておりますので、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されているので赤枠の公式 LINE の URL をタップ、タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでに登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてください。ちなみに、なんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。一人でも多くの方に正しい食事、ダイエットっていうのを知ってほしいので、公式 LINE の特典は全て無料です。ぜひ受け取ってみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。